ということで、こちらがこれバズるわな。そらな、うん、すごいなこれ、すごいなこれ。どうも柴です。今日はですね、うん、なんとびっくり丼を食べようのコーナーです。おー、びっくり丼。びっくり丼、もう見たらびっくりする。僕ね、見た瞬間うわーすごいなったんですよ。なった。しかもその丼の名前がびっくりバズり丼って言うんですよ。なんかご利益ありそうですよ。まあ芝に一番足りないものやからね。そうそうそう、それをね食べてね、身も体も蓄えていこうということで、あやかりに来ましょうということで、ここに噂のバズり丼があるらしいから、とりあえず待ちましょう。すごい並んでるからね、人がめっちゃ並んでるから、やっぱりこれバズんで僕に足りへんもんや。せやな。ようやく中に入りました。楽しみやね。楽しみやな、うん、ということでこちらがこれバズるわな。そらな、うん、すごいなこれ、すごいなこれ。こっちもめっちゃ肉厚なうなぎ、めっちゃ美味しそう。でこれが超美味しそうなだし巻きやねんけど、めっちゃこのほら卵はきめ細かいというか、そうやな、なんかツルツルで、このもう美味しすぎるこのお米やね。タレ染みご飯なあ、うん、けどどうやって食べたらいいんやろこれ。お前どうやって食べんの。うん、難しいよねこれ。あ、これが鶏皿なんやね。あ、一旦避難させてね。じゃないと食べられへんと思うで、これ無理やろ。すごい弾力だ。すごいなこれ。じゃあいただきます。やっぱうなぎなんやな。そやな、それ落とす、かぶりつくわちょっと。おいしい。おいしいさん、うん、給湯器つけてくれる。めちゃめちゃおいしい。ちょっと避難するわ。見て、出汁が出てくる。お、うちゃ。あ、これめっちゃ優しい。めっちゃ美味しい出汁巻きやん。これさ、どうやって食べるの？悩んでる。タレがめちゃめちゃうまいな。ほうほうほう、うん、そのあたら甘いだけのタレじゃなくて、うんうん、うなぎの香ばしさみたいなのが入ってるな。めっちゃうまいわ。ほうほう、これをこうして、ほうほう、でほう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 、こうして、ほうほう、であ、そうしたらね、普通のうな丼やな。で、これをこっちで、これを楽しみながらうなぎを食べると、それが正当かな。みんなソースや、ソースと食われへんからこれ。そやな、うん、お茶ハーブさん、あー、お茶ね、うん、ビールかと思った。これけどな、ご飯の量も半端ないよこれ。大盛りとかじゃなくてこれが普通。そう、普通。バズリーのはこれしかないから、うんうん、だからみんな食べれるのかな。そやでな、うん、けどあの言ったら、あの、持って帰れるみたい。ほう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 。これ卵さ、4つ分ぐらいない？せやな、卵4個分ぐらいの厚さやな。うん、綺麗に、これもう焦げんと。せやな、なんもイメージ的に言ったら、蒸した感じやでな。うんうんうん、めっちゃうまい。もう、卵という媒体に、だしを染み込ませた。ほー、うん、山椒ちょっとかけた方が美味しいよね。このミルでやる方式、香りめっちゃいいよね。ようやく本領発揮です。ここうまいね。
あ、ここのな、皮と身のここな、うんうん、うまいうまい。もうこれ多分ヘルシーに見えるけど、うん、デブになるやつね、ここ。あ、一番な、うん、脂が、うん、でここは一番うまい。もううまいって輝いてんもん、あふれんばかりの脂。ほんまにこのタレうまい、浜焼きのタレ、うん、タレ自身にコクがある、めっちゃ美味しい。これがうなぎの油じゃん、秘伝の多分、うん、継ぎ足しで、うんうん、うなぎ屋さんって火事になったらこのタレ持って逃げるのかな。僕はうなぎ屋やったら、うん、やっぱ箸で持って逃げるけど、うん、僕やったらね、うん、どうすると思う。冷凍保存して、うん、違う場所に置いてリスク分散。賢いな。多分そう、発酵が進まんから、うん、多分あんまりやねんやな、そうしても、うん、でこのお醤油みりんとか、ああいうのが発酵してうなぎとこう美味しくなるんだよな、うん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 、ほんまにこれうなぎの専門店やねんな、うん、全部うなぎやもんね。そうやな。で焼けます。これは焼けた。超脂のいいとこやそれ。そう。こうやって見ると連想するね、うなぎのお腹。そやな。連想できるな。うわ。ああ。香ばしさたまらん。3560円でございます。これ大ボリュームやわな。うん、うなぎもかわいそうやな。昔は安泰やったのに誰かが食べて、おこれうまいやんこいつってなってから。どっちが先に食べられてんの、アナゴとうなぎ、どっちが先に食べてんの。アナゴちゃうか。アナゴ食べて、あ、アナゴおるみたいな感じでうなぎも食べられたから、そう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 、おこれアナゴちゃうやんけみたいな、こっちの方がうまいやんけ。うんうん、油乗っとるよ。じゃあ最後いただきます。うわ幸せ、もう夏にいいね、いいな。外めっちゃ暑かったから、うんうん、なんか染み渡るもん油が。はい、かいさんご飯お願いします。めっちゃうまいよ。ごちそうさまでした。いやこれ人気な理由が分かったね。うん、めっちゃボリュームある。あるけど先みんな食べれんのかなって言うとったやん。うんうんうん、みんなやっぱり持って帰ってきた。容器に、うん、うんうんうん、ただ結構食べんと容器に入らんらしいから、うんうんうん、結構警戒していった方がいいかもしれない。ああなるほどね、うん、持ち帰る場合はね。そう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 。柴さんもう一回並ぶの。いやいやいや、もう一回並んで食べる？もう一回並ぶ？2周目1時間ぐらいもう一回並ぶから食べれると思うんで、うん、だからデブなんねん。ちゃうちゃう、分かってない。そこ見てみ、健康第一って書いてあるやろ。で上見れ、上、美容と健康は栄養満点の食事か、書いてるじゃないですか。書いてるけど、書いてるじゃないですか。2周並べとは書いてない。そやな。ほどほどでね、健康第一で、うん、いやけど美容にいいって書いてたから、うん、いけるな今日。いける、何がいけるよ。え、何の確信やぞ。いやなんかちょっといけんちゃうみたいな。あ、俺が、うん、イケメンになるってこと。そうなるか。無理、美肌モード使っとんねこっちは。美肌モード今日やけど。いつの間に今日にしたんや。中じゃあかん、中にしてあかん、中無理まだ。そやな。じゃあもう一回並ぶか。その肌は変わらんで。